にちは。今日はですね、このバッグの底板、これですね。ダイソーさんのこの底板の部分、底板の部分じゃなくて、底板が残っていましたので、これ、四角の分ですね、長方形の分。これを使って、このバルキーヤン、新しい色かどうかはちょっとわからないって、購入品紹介でも、多分言ってると思うんですけれども、まあ今年最近買ったこのバルキーヤン4玉ずつって今ちょっと変なあれですけれども4玉ずつ買ったんですよね。このカーマインレッドカラーナンバーが942番のこの色と、この色がすごくなんかこう魅力的だったので、カラーナンバーが941番のコルクベージュ、これとこれがねすごく合わせてみたかったので4玉ずつ買ったんですよ。だからでも少ししかこう入ってないので、これだからね、糸がねどのくらいどうかなとか思うんですけど、足りなかったら、まあ高さによって、まあ、これを使うのでそこの部分は糸がいらないですけれども、まあ、どのくらいの高さが出るかですよね。で高さを見て、バッグにするかもうカゴにするかどっちかにねしたいと思います。その形を見てですね。そしてこれはさっきカラーナンバーとかはご紹介しましたけれども、これかぎ針がですね7からジャンコードがこちらですね、コルクベージュが購入品紹介で出してますので、バッグ7玉って書いてるんですけど、まあどのくらいのサイズのかがちょっとわからないんですけれど、私かぎ針で編むので7から8号って書いてるので、私7号は持ってないから8号で編みたいんですよね。でこのカーマインレッドっていうのがジャンコードがこちらですね。これを4玉ずつ買ってるので、8号針でこの8号針で編んでいきたいと思います。でも底板に糸をですねつけるときは穴にですね入らないので、そこだけ6号針で編みたいと思います。はい、まずこの底板、こっちがねペターンってしてます。こっちがちょっとプクーンってなってる方ですね。プクーンってなってる方を、下にしたいので、こういうふうんとどうかな、こうか、こう向きに、この真ん中から行きたいのでこう向きにですね、こっちが自分の方の、わかると思うんですけど、このペチャーンってなってる方、これを向こう向きに、このプクンってこうちょっとこう浮いた感じがあるんですけれども、こっちをね自分の方に向けて6号針で、ここから最初はこのベージュ、コルクベージュで糸を入れていきたいと思います。穴にですね、ここめちゃくちゃどこにしても私上手じゃないので苦手ですけれども、ここはすごく苦手ですね。まず鎖編みを1回して、そして同じところに編みくるみながら2回細編みを入れます。まず1回、そして最初の頭にマーカーをつけます。もうここは下手くそですけれども、何回もですね他の動画でちょっとですけど編みつけてるところがあるので、もう皆さん結構こう底板ね、他の方も底板使われてる方が多いので、この間は私小町の高級なというか高級なというか、そうしたらなんかダイソーさんに悪いような気がしますけれども、小町の底板を使ってバッグをね余り糸で作ったんですけれども、やっぱり底板がね可愛いというかかっこいいので、余り糸でも結構こうなんていうのかっこよく見えたかなと思います。まだ内布とかつけてないのでそのままほたってますけれども放置してますけど、袋に入れてね、あれ全部ね内布をスイッチが入った時につけていきたいと思います。こんな感じでずっとですね2つずつこの穴に2つずつ6号針で入れていき、細編みを2回入れていきます。
はい、最後まで編んできましたので最初の細編みの頭に引き抜きます。このね、四角なのでこの短い方の真ん中から編みました。このここ端っことしたら5目あ5個穴があるじゃないですか。なのでこの真ん中のこの3番目から編み始めたので、ここの細編みの頭に引き抜きます。そして全部で穴が44個あったので2つずつ入れましたので88目になってます。で、今から編む模様編みが4の倍数で編みたいので88だから2、4が8、2、4だ、ちょうどね割り切れるので、このままもう増し目もせずにいきたいと思います。ここから8号針に変えていきますね。8号針に変えて、まず1段目っていうか、まだ模様編みじゃないんですけど、これ1段目に、長編みを入れていきたいと思います。ずっと88目なので鎖1、2、3で立ち上げて3目目にマーカーをつけますね。そしたら根元ではなくて次の目にまた長編み、ずっと目を拾ってこれ長編みを入れていきます。バスケット模様っていうんですか、バスケット模様でバスケットバッグみたいな、それか足りなければバスケットを作りたいと思ってこの編み方をしてるんですけれども、昔は、今はなんかバスケット模様っていうらしいんですけど、昔はなんとか編み、なんか昔からある編み方らしくて、テロップ入れますけれども、昔からなんとか編みって言われてますっておこにさんが言ってたのを聞きました。ので、この編み方で、まず最初は長編みですね。今、細編みでずっと目を、ね、穴に2目ずつ入れて細編みをしてきたので、88目してきましたので、ここからその目にずっと全部長編みを入れていきます。一目に一つずつですね。こんな感じで長編みを入れていきます。次から模様編みに行きたいので、とりあえずここは最初は長編みをずっと。ね、編みにくいんですけれども、このバルキーヤンっていう糸も結構ちょっと割れるので、言い訳、まあ私が下手だからちょっと編みにくいだけかもしれませんけれども、ちょっと割れたりするので編みにくいし、やっぱり底板をね使ってたら最初すごくこうなったりしてくれないので編みにくいんですけれども、ここずっとね一周長編みを増減なしで88目入れていきます。はい、長編みを増減なしで88目編んできましたので、最初の鎖編み3目目ですね、ここマーカーをつけていたところに引き抜きます。ここに引き抜きます。そして今から、4目一模様の交差するですね、模様編みをしていきたいんですけれども、まずもうここからが模様編みの1段目っていうことにしますね。この長編みはちょっと模様編みとは関係なく長編みを1周最初編みました。なのでここから模様編みの1段目としたいんですけれども、まず1段目は立ち上がりは絶対に1、2、3立ち上がりをしてから、そして3目目に引き抜くところが分かりやすいように3目目にマーカーつけます。そしてこの今立ち上がったこの上のこの1、2、3、4、この4つこの4つを一模様にしていきたいので、まずこの1、2、3、4のこの3目目3つ目の長編みですね、ここを柱を長編みをするので2回ですね、かぎ針に糸をかけてこの3本目の柱を上から全部すくってあげて表引き上げ編みをします。ちょっと底板があるので本当に編みにくいですけれども、こんな感じで2目ずつ3回引き抜きます。
ですね。そしたら次はこの4本目。この4本目をまた長々編みするので、かぎ針に2回糸をかけて、この4本目の柱を上から全部すくってあげて、そして引き抜いて、2回ずつ、あ、2回ずつじゃない、2目ずつ3回引き抜きます。こんな感じですね。そしたら、こっちのこの1、2に戻りたいので、まずこの立ち上げた、ここの下のところが、これが1目目、1個目になる、1本目になって、これが2本目になるので、この1本目にもう一度戻って、長々編みをします。1、2、かぎ針に糸をかけて、この1本目ですね。ここ、上からまた、こんな感じでかぎ針を入れて、柱をすくってあげて、引き抜いてきてから、引き出してきてから、そして2本ずつ、2本じゃない、2目ずつ、3回、ごめんなさい、自分に今怒りました。2目ずつ、引き抜きます。3回ですね。そしたら、ここちょっと隠れますけど、2本目の柱がここにあるので、ここですね。これ、今度はこれを拾います。なので、1、2、かぎ針に糸をかけて、この2本目のこの柱を上から全部すくってあげて、この間お花作る時にはね、長々長編みをしましたけれども、これをギュッと引っ張ってあげて、ちょっと長めにですね、引っ張ってあげて、押さえて、2目ずつ3回、1、2、3回。こんな感じで、ただこうこんな感じになってるので、今度はまた次の4つの、よいしょ、今ここは入ってるんですよね。ここ4目目なので、ここはこうもう入ってるので、次はここからですね。この1、2、3、4、ここからここまで、この4本で模様、クロスをしていきます。なので、かぎ針戻してあげてから、また 3本目からいきたいので、1、2は飛ばして3本目からいきますね。鎖編みじゃなくて、かぎ針に糸を1、2回かけて、1、2飛ばして3目目の、3本目のこの柱を拾って、作って、引き出してきてから、2目ずつ3回引き抜きます。1、2、3。そしたら今ここね、3本目したので、次は4本目、これですね。これをかぎ針に2回糸をかけてから、4番目のこの柱、ここをぐっと前じゃなくて上からこうすくってあげて、引き抜いてきて、2目ずつ3回引き抜きます。そしたらまたこの飛ばした1本目、2本目に戻ります。かぎ針に同じですね、かぎ針に2回糸をかけて、今度はこの1本目、この柱を上からこうすくってあげて、ちょっと長めに引き出してあげて、押さえてるといいかな、押さえて、そして2目ずつ3回引き抜きます。1、2、3。そしたらちょっと見えにくくなるんですけど、この2本目ですね、この2本目の柱を2回かぎ針に糸をかけて、2本目の柱を上から全部すくってあげて、長めに引き出してあげて、ここ押さえてですね、そして押さえて2目ずつ、1、2、3回引き抜きます。で、今蓋模様ができた感じですよね。これを引き抜きます。
今2つクロスがこうできてる感じですね。こんなクロスが2つできてる感じなので、次も同じようにもうこの、もうね、何回も私が言うのもなんですけれども、この糸はもう入ってるので、ここですね、4本目、この4本目1234で、これは入ってる糸なので、今度はこの目から、この目から1234、この4つ、この4つをクロスしていきます。なのでまた戻してあげて、で12飛ばして、この3本目の柱に上からですね、同じようにすくってあげて、引き抜いて2目ずつ引き抜きます。1、2、3、そしたら次はこれですね、4本目、4本目の柱を上からすくってあげて、引き抜いて、そして2目ずつ引き抜きます。そしたら次はこっちの1、2本目に戻ります。1、この1本目2本目に戻って交差しますね。なので上から1、2、かぎ針に糸をかけて、この1本目の柱を上から全部すくってあげてですね、ここですね、そしてこれを長めに引き出してあげて、ここを押さえておいて、2目ずつ3回、1、2、3回引き抜きます。そしたらここ2本目がちょっと隠れますけど、ここ忘れないように、次は2本目を拾って、これですね、これ、ここを全部すくってあげて、引き出して、長めに引き出して、ここ押さえてあげて、2目ずつ引き抜きます。これを1段目ですね、模様編みの1段目ですけれども、これをずっと最後まで繰り返していきます。はい、最後の方まで来ました。今ここが入っているので、あとはこの目とこの目とこの目とこの目、ここからこの4つですね、ごめんなさい、見えました、この4つで、クロスしていきたいんですけれども、最初かぎ針に2回糸をかけて、1本2本3本目の柱を表から上から拾う、すくって引き抜いて、2目ずつ引き抜きます。3回ですね、2目ずつ3回引き抜いたら、最後この 4本目の柱にまた上からこの柱を全部すくって引き抜いて、そして2目ずつ3回引き抜きます。3回、そしたらここ2つ飛ばしてますので、ここは入ってますからね、ここは入ってるので間違えないように、これとこれ、この2本ですね、これとこれ、この2本を前から1、2、かぎ針に糸をかけて、まず1本目、この柱を上からすくって長めに引っ張って、ここを押さえてですね、そして2目ずつ3回引き抜きます。そしたら今ここ1本目したけど、ここ2本目ちょっと隠れてますけど、もう1本あるので、4本でね、一模様なので、この2本目を忘れないように、同じように上から長めに引っ張って押さえて、2目ずつ3回引き抜きます。これで模様編みの1段目が終わりましたので、最初の鎖編み3目のところ、ここですね、ここに引き抜きます、ここですね。
ね、鎖編み、あ、ごめんなさい、鎖編み3目ではなくて、あ、いいか、ごめんなさい、鎖編み3目で引き抜きますね。まずね、ここで引き抜きます。で、これ、何ですかね、1段目ができました。こんな感じですね。2段目ですけれども、2段目は立ち上がりは絶対に鎖を1、2、3回します。そしてこれから、1段目はね、あの2目飛ばさなかったんですけれども、2段目からはこの2目は飛ばして、こっち側の4つ、この3目で立ち上げた このね、この2つは飛ばします。この2目は1、2、これですね、1、2は飛ばします。そして今度は この表に出ているのと、こっちのこの引っ込んでいるこの4つでクロスしていきます。1段目は飛ばしませんでしたけれども、模様編みのですね、1段目は飛ばしませんでしたけれども、2段目からは2目飛ばして、この4つでですねしていきたいので、まずここにはマーカーをつけずに、これは立ち上がりだけということで、で今度はこの1、2、この2目飛ばしますね。この2目飛ばして、この前にこう出てる、ぷくって出てるこの2目と、この後ろ側に隠れてる2目でします。なので1、2飛ばして、さっきみたいに3本目のここですね、3本目のこの柱、これを上からさっきみたいに拾ってすくってあげて、2回ずつ2目ずつ引き抜きます。ただ後ろにもう1目ここあるので、ここも1、2回して、これも忘れずにすくって、柱ごとすくってあげて2目ずつ引き抜きます。そしてね、今1つ目、今1個3本目の柱を拾ってした長編みの頭に今度はマーカーをつけておきます。ここですね、立ち上がり3目目ではなくて、この1、2飛ばして3本目に長々編みをしたこの頭、1本目ですね、だから1本目のこの最初の頭にマーカーをつけます。そしたら今度はですね、この2つは後ろから拾いたいので、まず1、2かぎ針に糸をかけて、この今したこの長々編みがあるじゃないですか、この裏から1、2して、この後ろからこの1本目のこの柱、これだけ、この柱だけをぐっと後ろに押し上げて、そして上にぐっとね引き上げます。そしてここをこう広げてあげたら引き抜きやすいので、これを1回引き抜きます。こんな感じで、そして2目ずつまた3回引き抜きます。1、2、3ですね。そしたら次はこの目ですね、この目、2本目のこの今1本目の裏、1本目を後ろからすくったので、今度はこの2本目を後ろからすくいます。なのでかぎ針に2回糸をかけて、この最初に編んだこの2本ですね、この後ろから、待ってください。この2本の後ろから、この2本目の柱、後ろからこう拾いますね。そして、すくいますね。で、後ろにぐっとね、押して、で、上にぐっと上げてあげます。ぐっとって言ってますけど、上にぎゅーっとね、上げてあげます。そして、ここをね、少しね、持ってあげたら、もう一回しますね。1、2回かけて、この後ろからこの柱だけを後ろにぎゅーっとね、押して上にぎゅーっと上げてあげます。そしてここをこう広げてあげたら引き抜きやすいので、これを1回引き抜きます。
そしたらあとは2本ずつ、2目ずつ3回こんな感じで引き抜いていきます。次はこの2目とこの後ろに隠れてるこの2目、この4つでクロスしていくので、まず糸を返してですね、かぎ針に糸を返してあげて、この2つは飛ばします。こう右側にこう右下にこうなっているこの2つは飛ばして、この次の3、4目、この後ろに隠れてるちょろっとこうひょっこり出てるこの このね、ひょっこり反してるこの糸、これを前からすくって、1、2、前からすくって、こうですね、3本目、これをすくってあげて引き出してきて、2目ずつ引き抜きます。そしたらもう1本ここにひょっこり出てるので、本当にひょっこりしか出てないので、これですね、これを忘れないように1、2かけて、上から少し見えるこの柱をすくってあげて、引き出してきて、2目ずつこんな感じでこう今できました。そしたら次はここ飛ばした、これですね、ここ飛ばしたじゃないですか、右下にこうなっているこの2本なので、この1本目から後ろからですね、1、2、かぎ針に糸をかけて、この柱を後ろから、この1本目のこの柱ですね、この柱を後ろからかぎ針入れて、ぐーっと後ろに押しやって、そしてギュッと上に上げます、少し。そしてここ引っ張ってあげたら引き抜きやすいので、これを1回引き抜いてから、あとはもう同じ2目ずつ3回。1回、ちょっとおかしいですね、もう1回しますね。糸がですね、ちょっと割れちゃうんですよね。すいません、私の仕方がおかしいんかな。ここですね、ごめんなさい。ここを飛ばしたこの1本目の柱を後ろからすくいます。1、2、かぎ針に糸をかけて、しにくいかな。ここからこの1本目の柱ですね。これを後ろからかぎ針入れて、ぐーっと後ろに押してあげて、上にぐーっと引っ張る、上にぐっと押し上げます。で、ここ引っ張ったら引き抜きやすいので、ここで引き抜いてから、ここがちょっと割れてるからしにくいんですよね。2本ずつ、2本ずつじゃない、2目ずつ引き抜きます。1、2、3。こんな感じです。そしたらもう一つここにありますよね、飛ばした2本目が。なので、これはまた鎖編みじゃなくて かぎ針に2回糸をかけて、この2本目の飛ばしたこの糸、この柱ですね、ここに後ろからかぎ針を入れて、後ろにぐっと押す感じで、そして押したら上の方にぎゅっとこう、上にぐっとこう引っ張る感じで、で、ここをこう、こっちの親指で引っ張ってあげたら引き抜き、抜きやすいので、引き抜いてからまた2本に2目ずつ3回引き抜きます。これで今2模様できました。次はここですね、ちょっと待ってね。次はこの右下にこう斜めになってるこの2つと、ここひょっこり反してるこれひょっこりちょっとしか出てないけど、この2つなので、この2つとこの2つ、この4つ、この4つで引き抜いていきます。もう1回だけしますね。もうこれの繰り返しなので、まずこの見えにくい方から、奥に入っている方からですね、2回かぎ針に糸をかけて、この3本目になりますけど、この柱を前からすくってあげて、
き出してきて2目ずつ引き抜きます。そしたらもう1本ここにあるので、ここですね、これ忘れないようにかぎ針に2回糸をかけて、上からこれを全部柱をすくってあげて引き出してきてから2目ずつ1、2、3引き抜きます。そしたら今この2つを飛ばしたので1本2本飛ばしたじゃないですか。まただからこれは後ろからかぎ針に2回糸をかけて、この今編んだ2本の後ろからこの柱ですね、この1本目の柱だけを後ろからかぎ針入れて、この柱をぐっと後ろに押しやります。そしてちょっとこう上にぐっと上げてあげて、ここをね引っ張ってあげたら引き抜きやすいので、一回引き抜いてから、ここ、こうしとかんとね、なんかね、割れてるからね、しにくいんですよ。ちっちゃくなるけど、とりあえず2目ずつ引き抜きます。1、2、3ですね。そしたら次はこの2本目。飛ばしたこの2本目です。こうなってるこの2本目ですね。これをまた後ろから拾います。すくいます。1回。2回かけて、この最初編んだこの2つの長々編みの後ろからですね。でこう引っ張ってあげたら、ここ柱があるので、この2本目の柱に後ろからかぎ針を入れて、これをギュッと向こう側に押しやります。でギュッとちょっと上の方に持ち上げる感じで、ここをこう引っ張ってあげたら引き抜きやすいので、引き抜いてから2目ずつ3回、こんな感じで引き抜いていきます。そしたらこうね、ちょっとこう何模様って言ってたかな、昔の言い方で縄なんとかって言ってたような気がするんですけれども、そういう模様になっていきますので、今のようにずっと最後までこれをしていきたいと思います。はい、2段目の最後の方まで来ました。そしたら今ここ2目飛ばしたところがあるので、これは立ち上がりの3目のところなので、この2目飛ばしたこのひょっこり隠れてるこの2目と、この右下になっているこれとこれですね、この4つをごめんなさいクロスさせていきたいと思います。まずこっち側に隠れてるこの糸ですね、この糸を上から長々編みします。上からすくって全部すくって長々編みをします。でもう一本ここにあるので、これも上からすくって2目ずつ引き抜きます。そしたら次はここですね、この最後のこの2つ飛ばしたところ、こっちから1、2ですね、1、2を後ろからすくいたいと思います。1、2回かけてから、この最初編んだこの2本の後ろから1本目のこの柱だけを後ろからこうね、1本だけ後ろにグーッと押してあげて、上にこうギュッと上げるような感じで、ここをこう引っ張ってあげたらまた引き抜きやすいので、引き抜いてからまた2目ずつ3回引き抜きます。3、こうですね。そしたらあと1本、ここ2本目これですね、これをまた後ろから1、2かけて、後ろからこの2本目の柱をグッと後ろに押しやって、ここからぐーっとこう持ち上げる感じで、そしてここを引っ張ってあげたら引き抜きやすいので、引き抜いてから、そしたら 2目ずつ3回引き抜きます。はい、これで2段目が終わりました。そしたら
この最初の長々編みの頭につけたこのマーカーのところに引き抜きます。こうですね。で、最初は立ち上がりの3目は絶対するんですけれども、まず3段目いきますね。鎖編み3段目って言っても、模様編みの3段目ですね。だから長編みは入れてないです。この細編みでこう縫い付けていって、そして長編みを1段したじゃないですか。その長編みは入れてないです。次の段からを模様編みとしているので、これが模様編みの3段目だから、ここも鎖編み1、2、3で立ち上げて、また最初だけは飛ばしませんでしたけど、この2目は飛ばします。この1、2は飛ばして、今度はこの上に出てるこの目は3目立ち上がったら、この次のこの上の方にプクプクってこう出てるこの2目は飛ばして、この隠れたこの2本とこの出ているこの2本、この4つで、この4本でまたクロスしていきたいと思います。で、クロスの仕方は1段目と同じです。1段目と同じで後ろからは取らないです。なのでこの2目を1、2飛ばして、ここから1、2、3、4って数えますね。そしたらここが3本目になるので、ここにかぎ針2回糸をかけて、この3本目の柱をすくってあげて、2回ずつ、2目ずつ、なんでここいつも2回ずつ2目ずつ3回引き抜きます。そしたらこの4本目、この4本目も同じようにかぎ針に2回糸をかけて、上からこの柱を全部すくってあげて引き出してきて、2目ずつ3回引き抜きます。そしたら次はこのひょっこり出てるこっち、今度はこっち側ですね。この隠れてるこの2目、1本、2本。これをまた上から、かぎ針に1、2かけて、上からまず1本目。1本目忘れないでくださいね。本当にひょこっとしか出てないので、この1本目の柱をすくってあげて、ちょっと長めに引き出してあげて、なんか割れちゃいますよね。引き出してあげて、2目ずつ3回引き抜きます。3回。そしたらもう1本ここにあるので、もう1本ここですね、ここにあるので、これも1、2かぎ針に糸をかけて、これを上からすくってあげて、長めに引っ張って、ちょっとこうしとかんとですね、1回引き抜いて、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと割れちゃいますね。バルキアなんでやろう、私が悪いんかな1、2かけて、これを上からすくってあげて、引き出してあげて長めに、そして2目ずつ3回引き抜きます。こうですね。あ、そしたらごめんなさい、最初に1本目ごめんなさい、忘れてましたけど、1本目の長々編みの頭にマーカーをつけておきます。ここですね、これ一番最初にした長々編みの頭、ここにつけます。ここで引き抜きますので、ここにつけておきます。そしたら次はどうなるんかな、こうなってるので、ここですね、ここ見にくいですけれども、ここに2つあるので、この1、2、そして上に出てる3、4、違う糸でした方がいいかな。次はですね、ここを忘れずに、この隠れてる1本2本で出てる1本2本、この4つでクロスしていきます。なので3本目からですね、
1、2飛ばして3本目からいきますね。またかぎ針を戻してあげて1、2飛ばして3本目からこの長編みを全部すく柱をすくってあげて引き抜いて2目ずつ3回次はこの目4本目1、2かけて4本目の柱をすくってあげて引き出してきてから2目ずつ3回引き抜きます。そしたら次はここに隠れているこの2目1、2、2目1、2かけてこの最初に一番見にくいこの目ですね、この柱を上からすくってあげて引き出してきてから見にくいですね。ごめんなさい、私が下手くそなんですよね。もう一回ですね。1、2かけて、あ、ごめんなさい、後ろじゃない、前からこれですね。3段目はずっと前からですからね。これを引き出してきて、そして2目ずつ。1、2、3回引き抜きます。そしたらこの2本目も、これもね、1、2かけて上から引き出してきて2目ずつ3回引き抜きます。でもう一回しますね。もう一回ここの後ろに隠れてる2本の目とこの出てる2本の目でクロスするので隠れてるこの2本は飛ばしてこっち側ですね、こっち側の出てるところから前から全部すくってあげて2目ずつ、もうもうって言いたくなりますね、もう自分の下手さに。かぎ針に2回糸をかけてこれ柱を前からすくって引き出してきて2目ずつ3回引き抜きます。3回。もう1本あるので1、2かけてもう一度同じことをしますね。同じことをします。そしたら次はここ隠れているところに戻りますので3段目は後ろからではなく全部前からなので1段目と同じですね。編み方は1、2かけて上からと奇数段はもう上から偶数段が後ろから取る分になります。この辺がちょっと難しいんですよね。もうなんでこんなに割れるんかなとか思うんですけど、1、2、そして上からですね、この隠れている部分引き出してそして2目ずつ、文句ばっか言ってねごめんなさい自分が下手なだけなのにこうして隠れている部分も忘れないように2目拾ってください。で同じようにします。3段目はですね、この次のこの隠れてる部分とこの出てる部分、この4つでクロスしていくので最初にこの2本から、そして次はこっち側に全部前から拾っていきます。後ろ側から拾うのは偶数段なので今3段目なので全部前から拾っていきます。最後まで編んでいきます。はい、3段目の最後の方まで来ました。あとここ2つ飛ばしたところ、このプクプクっとで出てるところですね、こことこっち側に隠れてる1本2本、これですね、これを交差します。この4本を交差します。これは鎖編み3目で立ち上げてる分なので置いておいて、この1本2本とごめんなさい見えましたかね、この1本2本とこっち側の1本2本、この4本で交差していきたいので、まずこっち側からですね、出てる方から上から柱をすくってあげて2目ずつ交差します。交差しますよね、2目ずつ3回引き抜きます。ではもう1本1、2同じようにしますね。もうあんまり言ったら余計に分からなくな、皆さんが分からなくなるかもしれないんでそしたらですね、これとこれですね、次は
これ鎖編み3目で立ち上げた部分なので、これとこれ、この2本、ちょっとグッと出しますけど、この2本ですね。この2本を上から引き抜、編みます。1、2かけて、まず1本目。これ、1本目。柱全部すくって、2目ずつ。2目ずつですね。そしたらこの2本目、これですね。これを1、2かけて、同じようにします。2目ずつ。そしたら最初の、最初、一番最初に何ですかね、長々編みをしたこの頭、ここに引き抜きます。ここですね、ここに引き抜きます。このね、鎖編み3目でこう立ち上げている分はちょっとあんまり気にしないでくださいね。そしてでも一番最初はやっぱり鎖編み3目で立ち上げますので、4段目も鎖編み1、2、3で立ち上げます。そしたら4段目はこの2目、奥に隠れてる2目を1、2飛ばすので、この上に出てる部分とこのまたこっち側の後ろに隠れてるこの4目、この4つの柱を交差していきます。今鎖編み3目で立ち上げたので、この1、2は飛ばして、ここから数えます。このぷくっと出てる右斜めに、右下にこうなってるこれを1本2本、このひょっこり出てる1、2、これを3、4で数えます。なので3本目からいつも編んでいっているので、これは4段目になりますけれども、かぎ針に2回糸をかけて、3本目の柱は上から取って2目ずつ引き抜きます。4本目の柱も1回2回かけて、上から柱を全部すくってあげて引き出してきてから、2目ずつ3回引き抜きます。そして一番最初に編んだこのここですね、一番最初に編んだ長々編みの頭に、ごめんなさいマーカーをつけておきます。そしたらここですね、次はこの2目、ここ1目と2目目このこう出てるところ、ここを4段目は後ろから拾っていきます。偶数段は後ろから拾っていきます。1、2かぎ針に糸をかけて、この柱だけですね。この柱だけ。この1本目のこの柱だけを、この1本目ですね。ここ。この1本目の柱だけをグッと押してあげて、グッとこう上にグッと上げる感じで、ここ引っ張ってあげて、1回引き抜きます。そして2目ずつ。2、3。こんな感じですね。そしたらまたここ、もう1本あるので、これを後ろから1、2かけて、後ろからこの柱、ちょっとここぐしゃってなってますけど、この柱をグイッと後ろに押し合って、上にグッと上げる感じで、ここを引っ張ってあげたら引き抜きやすいので、引き抜いたら2目ずつ、ここですね、いつもこうなりますねごめんなさい。1、2かけて、後ろからこの柱をグッと押して、グッと上に上げて、ここ引っ張って引き抜きます。そして2目ずつ、1、2、3、3引き抜きます。そしたら今交差ができたので、次はこの出てるこの2つと、この奥まってるこのひょっこり出てる2つですね、この4つで交差していきますので、1、2、3、4番号をつけたら、この3本目から上から、もう2段目の編み方と同じなんですけれども、模様編みの偶数段は後ろから拾っていく感じですね。最初はここは前からですけれども、次の目、1目目と2目目の長々編みは後ろから拾っていく。
こことここですね。こことここ。ここ2つありますよね。こことここ。ここは、かぎ針に1回、2回かけてから、後ろ、この今編んだこの後ろから、かぎ針を、この柱ですね。この1本目の、この柱の、この部分だけをぐーっと後ろに押し合って、ぎゅっと上げて、私の仕方なんで、この編み方、皆さんされてると思うので、しやすい方たくさんいらっしゃると思いますので、そちらの方を参考にされた方がいいかもしれないんですけれども、私はこうやって編んでます。そして、2回ずつですね。2回っていうか、2目ずつですね。引き抜きます。こんな感じで。そしたらもう1本あるので、1、2かけて、後ろからこの柱の部分だけをぎゅーっと後ろに押して、ぎゅっと上げて、でここ引っ張ってあげて、1、2かけて、この柱の部分ですね、これをぎゅっと押し合って上に上げて、ここ引っ張って引き抜いて2目ずつ。皆さんどれが一番編みやすいのかな、この裏側するのが。これがちゃんとできてるのかどうか分かんないんですけど、私はこの編み方なんですよね。この編み方なんですけど、どうやろう。でも、ちょっとこの編み方で やっていきたいと思います。だから次はこの目とこの目とこの目とこの目。4つですね。3、4は上からですね。上からかけて、かけてじゃない、すくって、2目ずつ。そしてまたもう1本、4本目も上からすくって2目ずつ、3回引き抜きます。ここですね。あとこの1本目と2本目は後ろから1、2で後ろからこの1本目の柱、この柱ですね、この柱だけをぐーっと後ろにやって上にこう上げる感じで、ここ引っ張って引き抜いてから2目ずつ、2目ずつ、ちょうど悪いところが2目ずつ引き抜きます。そしたら次もう1本ここあるので、1、2かけて後ろからこの柱だけをぐっと後ろにやってギュッと上げる感じで、ここ引っ張って、そして引き抜いてから2目ずつ引き抜きます。こんな感じですね。で次も、ここ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 ですね。今、これ4段目なんですけれども、偶数段は後ろから取っていくって感じですね。模様編みの偶数段は後ろから取っていく。奇数段は前から取っていく。これをずっと繰り返していきたいんですけれども、まあ、もうですね、あんまりこのコルクベージュの糸もないし、コルクベージュで編んだとしてもあと1段ぐらいかな。そしてこの赤も4玉しかないので、同じぐらいのね高さにしか編めないんで、このくらい編めるかな。バッグに持ち手はまあ違う糸でつけたとしても、ちょっと結構ねしっかりしてるようでしっかりしてない感じなので、カゴにするには内布つけないとふにゃふにゃって感じだと思うんですけれども、とりあえずこの編み方で何段か、もう糸を変えるところは動画にしませんけれども、これと赤でずっと同じ編み方で何段かして、最後に皆さんに、今何段編みましたっていうのはご報告したいと思います。ここは飛ばします。はい、途中ですけれどもごめんなさい、4段目の最後までしようかなと思います。4段目の最後まで来ましたので、ここですね、この2つと、それからここ隠れた2つ、ここですね、ここ隠れた2つ飛ばしたので、これですね、これとこれと、これは鎖編み3目で立ち上げた分なので編みませんけれども、この1、2、そして飛ばした3、このちっちゃく見える4、この4本でクロス最後していきます。なので
しつこいですけれどもごめんなさい、1、2かけてこっち側のこのちょっと見える、これ違いますからね、これ鎖編み3目で立ち上げたので、ここに2つ見えるこの柱を全部すくって2目ずつ引き抜く、3回引き抜く、もう1本ここにあるのでこれも1、2、上から柱をすくって引き出して2目ずつ引き抜く、そしてあとはこの2つですね、この2つ、この2つなんですけれども、ここは後ろから1、2かけて、ちょっとね説明不足だったかもしれないんですけど、柱だけって言ってここなんですけれども、ここは頭なんですよね、長々編みのこれ頭になるんですよ。だからこの下から、この下からこの柱だけをぐっと後ろに押してぎゅっとこう上げる感じで、ここ引っ張って、そして引き抜く、そして2目ずつ2目ずつ引き抜く、こっち側はね引き抜きやすいんですよね、1、2で後ろからまたこのままね、このままグッと押してギュッと上に上げる感じでですね、そしてもう一回ね、1、2で後ろから押して上げて、ここ引っ張って引き抜く、そして2目ずつ引き抜く、これで4段目が終わります。そしたら最初の長々編みの頭に引き抜きます。もうちょっとごめんなさい飛ばそうかと思ったんですけど、ここだけですねしておこうかなと思って、今これがもう4段目が終わりました。模様はこういう感じですね。何編みやったかな、ちょっとねなんか縄文時代みたいなそんな名前やったんですけどテロップ入れますけれども、なかなか可愛いね編み地になるので、でも少ししかもうほんと少ししか編めないので、何段編めるかちょっと分かりませんけれども、もうほんとここから飛ばしますけど、何段か編んでいい具合になったらまた動画を回したいと思います。今4段目が終わったので次は5段目、奇数段はもう前からずっと拾っていく分ですね。で6段目偶数段は今みたいにこう後ろから拾っていく段になります。なのでここは飛ばします。はい、ですね、このコルクベージュを4段模様編みからですね、だからこの長編みの一番最初に全部長編みしたところは入れてません。模様編みをしたところから4段、そしてまたこの何だったっけ、赤なんですけれども、カーマインレッドを4段編んできました。偶数段で終わらせたかったんですよね。こう、なんていうの？ 2 段で一模様になるので、偶数段で終わらせたかったので、ちょっとベージュもね、少し余ったんですけれども、2段編めないんですよ。1段ちょっとしか。で、途中で赤に変えるのもおかしいかなとか思って、もう4段しか編まなかったんですよね。この模様編みで。そして、赤も4段しか編んでいません。だからここからもうカゴにしようとか思っても、ちょっとね ふにゃふにゃすぎてですね、これ中にうちのとかつければカゴにはなるんでしょうけど、バスケットに なんでもうここからちょっと細編みを1段していこうかなと思います。88目あるので88目ですね、88目あるので、あ、ここ引き抜きますけれども、最後ね、ここ最後引き抜いて、ずっと1周88目あるので、ここ細編みをしていきます。ここ最後ですね、4段編んだところですね、この模様編みを。そしてもう枠もあんまりないんですけれども、何か足そうかなと思うんですけど、とりあえず1目細編みをして、もうここから細編みを1周ずっと編んでいきます。マーカーをつけて、ね、ずっと目を拾ってですね、
目を拾ってずっと細編みを88目編んでいきたいと思います。こんな感じでですね、裏側も忘れないように、裏側っていうか見えにくいところも忘れないように、こう目を拾って88目細編みをしていきたいと思います。ここが85ですね。86で、後ろ側のこの87で88、88目長、細編みをしてきました。引き抜き、立ち上がり、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。最初の細編みの頭に1段だけですね、細編みをしてきたんですけれども、どうしようかなって感じですね。なんかこうふにゃふにゃなので、かごにするのもね、ふにゃってなってるから、内布つけるのもちょっとなって感じですけれども、模様はねちゃんとこうなってるんですけれども、でもね、せっかくこの8でもこれでバッグにするってちょっとですねあれなので、またここ今細編みをこの余った糸で何段か編んで、そして糸をですね、何かアクリルヤーンのこのこういう色があるのあったと思うので、それを持ってきて、そして少し編み足してこう持ち手作ろうかなとかも思いますので、とりあえずこれで細編みを何段かあるまでちょっとしていきたいと思います。今細編みを1段しました。最初から言うと、ここ細編み2目ずつ穴に入れて、長編みをここ全部88目1段したんですけれども、それはちょっと模様編みに入れなくて、次の段からですね、模様編みに行っています。なので次の段から4段このベージュで模様編みをして、そしてまたこの赤で4段模様編みをして、そして今細編みを1段編んできました。でこの赤が終わるまで細編みをして、そして次はですね、ここに残っているこのベージュであとずっと細編みをしていきたいと思います。なので細編みを何段これとこれでね合わせて何段したかはまた後から聞いていただきたいと思うんですけれども、そこからもしあれだったらアクリルヤンか何かをこう足して持ち手をね作っていきたいなと思います。ここは飛ばします。細編みをずっとしていきます。後で何段編んだかはお伝えします。はい、あれからですね、細編みを1段赤でしたじゃないですか。あれを足して赤で、3段細編みをして、今ベージュで2段細編みをしました。で本当はベージュもうこれバルキーヤンですかね、これだけで本当はもう作りたかったんですけれども、どうしてもさっきですね、この1段編んで2段目はこのベージュでバック細編みねじり細編みをしたんですよ。ただね、もうこのくらいもう10目ぐらい足りないんですよ。だからもう諦めて、もうほどいてまた普通の細編みをして、もうここからですね、このくらい余ってますけれども、これとこれはもうちょっとどうしようもなくて、なのでもうこの赤ですね、アクリルヤンの赤で一番上だけねじり細編みだけをこれでしていこうかなと思います。そしてダイソーさんのこの持ち手があったので、もうこれを紺色のネイビーの持ち手ですね、多分ダイソーさんだと思うんですけれども、これがあったのでもう D 缶とかはつけずに、もうこれは何かこう毛糸とか入れるものにしようかなと思います。それでこれでですね、今引き抜くところでこのアクリルヤンに赤にね、ここだけですね、ちょっともう本当にこの全部バルキーでしたかったんですけれども、ちょっと難しかったですね。でこれでここだけ引き抜きますね、アクリルヤンで。そして糸端をぐっと引っ張って、ここからねじり細編みをしていきます。鎖編み1目で立ち上げて、同じところに編みくるみながらちょっと長めに引っ張ってですね、かぎ針をぐるんと回して、そして細編みで少し長めにします。そしてまた次の目編みくるみながら、次の目にかぎ針入れて長めに引っ張って、かぎ針をくるんと回して
また細編み。なんかやっぱアクリルやんってギシギシ言いますねで長めに引っ張って次の目ですね。次の目にかぎ針入れてまた長めに引っ張ってかぎ針をくるんと回してそしてまた細編み。この細編みを繰り返していきます。長めに引っ張っておいて次の目に入れてからも長めに、そしてくるんと回して、あ、ごめんなさい、細編み、もう一回だけですね。ここも長めに引っ張っておいて次の目に入れる時も長めに引っ張ってくるんとかぎ針を回して細編み。これを一周、もうここだけですけれども一周していきたいと思います。はい、ねじり細編み最後のところまで来ましたけれども、ねじってここで糸始末をしますね。最初のところにかぎ針を入れてこれを後ろに持っていきます。そしてここで鎖編みを1回してキュッと引っ張って鎖編みを1回してこんな感じでですね。でこれ糸切りたいと思うんですけれども、糸を切ってそしてこれは、こっち側の目立たないところに糸始末をしていきます。ここだけですね、ちょっと糸が足りなくて悔しいです悔しいですとか言ったらあれやけど、なんか昔流行ったなんかね芸人さんのあれみたいですけれども、昔というか、でもね全部本当にバルキーヤンでしたかったんですけれども、一段ベージュで一段だけ、もうこの2段目に、ねじり細編みをするのではなくて1段目でねじり細編みをすればよかったんでしょうけど、でもちょっと高さ的にあれかなとか思いながら、このねじり細編みのところだけですね、ちょっとすいませんアクリルヤンを使ってしまいましたけれども、まあ、こここういうふうに糸始末をしてですね、ちょっとしますね。はい、糸始末ごめんなさい、はい、糸始末をしてきました。そしてこの何編みかな、バスケット編みなんですけれども、昔で言うなんとか編み、ちょっとわからないです、だからテロップ入れますけれども、これで、まあ、この四角の底を使って、この底を使ったから余計に糸がいったのかな、ぺったんこだったらねよかったのかもしれませんけれども、どうなんだろう。これで一応ね真ん中の方に、まあどこでもいいんですけど、もうこれをこのままつけようかなと思うんですよ。だからどのくらいがいいかな、ちょっと測ってみますね。ここが真ん中で、ここがこう真ん中になるので、まあだいたいここら辺につけたいので10センチぐらいのところにちょっとつけてみますね。ここら辺かな、ところにちょっとつけていきたいと思います。はい、こんな感じでつけてきましたけれども、ですね、サイズを測ってみますね。サイズは、まあ、この四角の底がですねダイソーさんのなんですけれども、まあ、大体ですけど18.5×9cm ぐらいかな、9cm ぐらい。そしてこの一番ここですね、まあ広いところというか、まあ上の方で35cm ぐらい。そして高さがどうかな、高さがですね、20センチぐらいですね。そしてもう今回はもうペランとしたバッグになるんですけれども、ここねもうDカンつけないですけれども、太い糸で編むか、それか内布をつけたら、ここにですね編んで持ち手をつけたらしっかりすると思うんですけど、今回はもうこういう感じで作りました。そしてこの間
買ったこのメランジテイストの新色でも入れてみましょうか。4玉ぐらい買ったのでここにね入れて、もうあの重いものとかではなくて内布とかつければ、あと持ち手ももっとしっかりねしたものをつければバッグでもいいと思うんですけど、もうバスケットみたいな 家でこうポンってこう置いとくような感じかな、そういう感じになると思いますけれども、どうでしょうか。この編み方すごく可愛いので、また違うね糸で編んでみたいなと思うんですけれども、なんか可愛いでしょう。今回はこのちょっとね柔らかめの感じで作りましたけれども、もしかしたらまた内布つけてここ編み直して持ち手をつけてるかもしれないですけど、今日はとりあえずあのバルキーヤーン8玉でちょっと作ってみたかったので、まあ、こんな感じになりました。この一番上の部分がですね、あのなんていうのバック細編みをしたところがちょっとアクリルヤーンで申し訳ないんですけれども、まあ、こんな感じの可愛らしいですね、本当にカゴみたいな、ね、色も好きなので、私この色合いが好きなのでこれで作ってみました。はい。今日はねすごく多分長くなってると思うんですよね、ここの説明というか下手くそですけれども、私なりの説明をしたんでちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、この編み方もうこの編み方で私してるんですけど、またね違う太い糸とかあと2本取りとかでねちょっとやってみようかなとは思ってます。可愛いですよバスケット編み。古い言い方で言うと何編みかはテロップを入れますけれどもすごくね可愛らしい感じのなんかこう本当カゴみたいな感じになりますので、よかったらですね、作ってみてください。模様がすごく可愛いので次はねしっかりしたバッグでも編んでみたいなと思ってます。今日はこのね柔らかい感じのバスケット模様のバスケットを作ってみました。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ちょっと分かりづらい説明だったかもしれませんけれども、申し訳ありません。次もまたね何か編んでいきたいなと思い作っていきたいなと思いますけれども、ぜひ遊びに来てください。今日もありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。